ろしくお願いいたします。そして、ね、私は昨日というかあれですね、カウントダウン TV が終わって元旦1月1日昨日はのんびりお家で過ごしていたんですが、夕方頃に緊急地震速報の音がテレビから鳴って、大西はお家にいたんですけど、私はこう地震全然感じなくて、大丈夫かなと思ってテレビ見てたんですけど、そしたらすごく大きな地震があって、皆様、私のファンの方もこうエゴサとかしてたら、そうお家がとか葬式がしたっていうのをちょっとツイートで見て、すごく今日もお昼テレビつけてたらまだ地震がね続いていたので、本当に昨日の段階でならもうその地震の警報があったので母にすぐ連絡したんですけど、奈良でもすごく揺れたみたいで、なのでね、地震で被害に遭われた方々もたくさんいらっしゃると思うので、まだ油断はできないと思うんですけど、私は配信しか何かお力になれることが今できることがないと思うんですけど、皆様が無事であることを願っています、そう、劇場でも募金が始まる、そうなんです、劇場公演のところにそう募金箱が今回設置されましたので、ぜひ劇場に行った際はぜひ見てみてください。気にするねってありがとう、ね、本当に正月からね、
私は明日からお稽古が始まるので頑張っていきたいと思います、なだろみちゃん体調はもう大丈夫になったの？体調はもうバッチリ元気になりました。ありがとう。もう稽古始まるの早いって。早くないよ。もうちょっとしたら本番だからね。あ、早いってそういうこと？1月3日からが早いってこと？確かにそれはそうかもしれない。そうで言ったの？言ってないです。もう1月1日2日はお家から出てないので、もうちょっとお家にいました。31日はお蕎麦食べれたって。私今回食べてないの。お蕎麦もおうどんも何も。水面なんか見たって。見た。これってあれだよね、1月1日から今日にかけて寝た時に見たやつだよね。なんかそのカウントダウン TV から帰ってきた、そのまあもう年を越してたんだけど、一応31日から1日にまたぐ時のあの夢はもうびっくりするぐらい悪夢だったんですけど、そう3本立て悪夢で、うわ初夢ちょっと悪夢かって思ってたけど、あでもなんか調べてみたら1日から2日までの夢が初夢ってそうして、で今日見たやつはでもあの小学校の同級生が出てきました。そうなの。うわ久しぶり元気ってお話しした夢を見ました。そう12月の一番最後の週ぐらいから今日までなんか毎日夢見るんですよね。おにしそう、そうなの。全部覚えてるので、起きた瞬間とかは覚えてたりするんだけど、昨日と今日は特別に覚えてた今まで。そうでも面白いんだよね割と。全部なんか起きて、あ今日の夢面白かったなってなんか思いながらなんか準備したりとか。そう物語。あゆきりんからのお年玉の使い道はって。そう今回ゆきりんさんがあのカウントダウン TV に出てたみんなにお年玉をくださってびっくりしちゃった。ありがとうございますゆきりんさん。そう私は使わないです絶対。うん一生思ってる、
もし今までゆきりんさんにももちゃんって多分呼んでもらったことないけど、ももちゃんって書いてた。そう。そう、ゆきりんさんは大西ちゃんって言うんだけど、大西のこと。ももちゃんって書いて嬉しかった。そうなの。お年玉あげてる？お兄ちゃんお年玉あげてない、会ってないね。あの姪っ子、一人姪っ子がいるんですけど、その今年は帰らなかったのであげてないね。そうなの。卒業したら帰るので、その時なんかねプレゼントできたらいいな、うん、まだめっこちゃん小さいので、いや今年から小学校になるのかな、多分。もうだいぶ成長しました。うん、何歳までお年玉もらってましたか。へえ、もし何歳までもらってただろうかな。覚えてないね。もうじいちゃんとおばあちゃんが亡くなるまではもらってたかも、亡くなる年というかまではもらってたかもな。うん、かも。そう、あのお正月は絶対あのママの方のおじいちゃんおばあちゃん家に帰ってたんですけど、そう、うん、ニキビ入ってからももらってたって、もらってたと思う。うん、お寿司食べたって。食べてないよ。食べてないよ。餅は食べてないよ。もう何もお正月らしいことしてないな。うん、食べてます、食べてる食べてる。最初に口にしたものは2024年あ、でもカウントダウン TV でお弁当が出たので、それを初めて口にしました。初詣でも行ってないのって、行ってないよ。うん、そうね、あんまりだから年越したハッピーみたいな感じのあれじゃなかったかも。もうすぐ稽古だ、台本覚えよう、なんかずっとこんな感じでした私は。うん、そう、テレビ見てないのって。あ、今日見たよ、奈良。なんか予告であれこれ奈良じゃないと思ったやつがあって、そう、奈良県がそうロケ行かれてたやつがあったので、それはちょっと見ながらご飯食べてました。うん、今日は奈良の市長さん
いらっしゃるんですけど、中川さんから、あの去年の末にそうコロッケをいただいて、そう奈良で美味しいコロッケ屋さんがあるらしく、今日はそれを食べました。びっくりするぐらい美味しくて、あとはこの間の北海道ファンミーティングで行って、北海道でお土産で買ったイクラを今日は食べました。はい、美味しかった。なんてお店なんだろう。お、また今度あのツイッターかなんかにあげるわ。めっちゃ美味しいコロッケだった。ソースいらなかった、うん、うん、また今度じゃ宣伝するわ、うん、美味しかった。みんなは美味しいものを食べましたか？お正月は。お寿司食べた、おせち食べた、ファミチキ食べました、いいね。ローストビーフ食べて、おいいね。お寿司食べた、お刺身、カニしゃぶ、高級焼き豚、あ、美味しそう。カニ鍋、焼肉、普通、あ、美味しいペヤング食べて、いっちゃん美味しいで、ペヤング、あ、ごめん、 UFO の方が美味しい、好きかも、ごめんエビチリ、お、いいね。元旦から好きやだってめっちゃいいよ。お雑煮いいね。みんな美味しいの食べたね。もしも31日お寿司食べた。そう、あの年末なんだっけ、あのなんか元旦じゃないわ、大晦日公演カラオケ大会終わってカウントダウン TV まで時間があったんですけど、自由参加の打ち上げがあって、そう今年もお疲れ様っていう、そう AKB 劇場のロビーであったんですけど、お寿司食べてきました。美味しかった。そうなの、エビあったって、甘エビがありました。美味しかった。でもね、貝が美味しかったの。つぶ貝、もう西つぶ貝も好きになったかも。うん、つぶ貝好きになった。美味しかった。もちゃんの好きな寿司ネタベスト5、なんだろうな。1位はまあエビ、普通のエビ。2位が、今までは甘エビだったんですけど、2位が生エビになりました最近。生エビ。3位が甘エビ。あ、ちょっと待って、もう一回やり直していい？1位がエビ、2位があのあれ、アボカドと玉ねぎが乗ってるエビうん、そう、アボカドと玉ねぎ、オニオン、アボカドオニオンエビ、わかんないけど、そう、エビアボカドかな、そうがこれ2位です。3位が
生エビ、4位が甘エビ、5位がお寿司屋さんで頼むならもう茶碗蒸しになっちゃうんですけど、でも寿司ネタだから卵かも。でも卵かな、卵になってしまうかもしれない。6位がイカになるかな、おにし。6位イカ、7位イクラ、8位つぶ貝とか、そんぐらいかも。うん、魚はって、え、魚なかった、え、あれあれ、お魚いなかった、とかイカは魚じゃないか、なかったか。って感じ。うん、でも好きなんだけどな、お寿司で言うとそうなっちゃうんだよな。お腹空いてきちゃった、お寿司の話してたら。ウニは？ウニはこの間食べた銚子丸さんのウニが美味しくて、美味しいってなったんだけど、31日食べたウニが海だった。そうなの、海だったから、ウニはものによるかもしれない。うん、口の中が海だった。そう、うん、海でした。そう、そう、でもそんな感じかな、お寿司で好きな。でもタコ美味しいよね、また魚じゃないか。タコも美味しいな、タコ、昔タコレパ、あの自分のそのトップ5に入ってたかも。あとトロタク美味しいよね。ね、タクアンが美味しいです、あれは。なあ、でも昔ネギトロも好きだったな。ね、ねとか言って知らんよな、西野そんな昔好きだったね。逆に苦手はって、あ、おいしい、サーモンが苦手かも、お寿司のネタだと。そうなんだよね、それ以外は割といけるかも。サーモンがちょっと苦手な。サバとかも苦手そう。いや、サバってあれだよね、柿の葉寿司とかに入ってるのあれサバだよね。サバ好き、昔苦手だったけど好きになって、めっちゃ大人になってから。そうだよね、サバは好きです。そう、でもね、あれは好きなの、それこそあの柿の葉寿司はあれサーモンとサバが入ってるんですけど、サーモンとか鮭か、あれはすごく好きなんですけど、お寿司屋さんとかで回ってる
サーモンがこうなんだろう、生々しいというか、そう、なんかなんて言うんだろう、身を感じるというか、なんだろうな、なんか言い表せないんだけど、こう、そう、泳いでたんだろうなみたいな、なんかそういうのをなんか一番かなんか感じちゃうんだよね、自分の中で。そう、味は全然大好きなんだけど、なんかこう口に入ってきた時の感触というか、なんかわかんない、なんか言い表せないんだけど、それをなんか一番美味しいサーモンで感じちゃうの、なんか、そう、どのねお魚も泳いでたんだけど、なんか一番感じてしまう。50分になったらランキングの方呼び始めるわ。し食感とかで苦手な食べ物が結構多くて、自分の中でだからそれの部類に入るかもしれない。ご飯の話してたらめっちゃお腹空いてきた。まだコロッケ残ってるから食べよう。牡蠣は食べれたっけ？牡蠣は一回食べたことあるんですよね、人生で。それこそAKB のあの番組。あの番組です、AKB の。そう、最近聞いたよねだケビンの最近聞いたよねで、福島行ったんですよ。そう、ジャランさんとの企画で。そうで、それで行って海鮮最後に食べたんだけど、そこに牡蠣が乗ってて美味しかった。さっぱりだね。お水って感じだった。なんか美味しい。牡蠣好きな人めっちゃ多いじゃん。だからどんなんだろうって思ってたんだけど、そう、水を感じた食べたことなかったの。食べたことなかった。牡蠣フライは食べたことあったんだよ。そう、でも生牡蠣を食べたことなくて、牡蠣フライはなんかまあ上がってるからよく分かんなかったんだけど生牡蠣はなんかやっぱお腹痛くなるとかさ、いうよく聞くから、あんま食べれなくて今まで。そうなの。絶対無理なのある。何？海鮮で？いや、海鮮で絶対無理なのはないかもしれないな。いかんない。何があるんだろう。ナマコって食べれる？あ、踊り食い。そう、ちゃそうかも。踊り食いはちょっと大西無理かも。単純に。
き魚、焼き魚、うーん、でもめっちゃ苦手みたいなのはないかも。でも焼き魚より煮魚の方が好きです、私は。ホヤとか苦手かもって。ホヤって聞いたことあるけど何かわかんないや。トマトとピンクペッパーが最強って。うん、トマトとピンクペッパーを一緒にしちゃダメ。全然トマトの方がいい。うん、全然トマトの方が。だからもし、この間も食べたんだよ、あのリンリン家でクリスマスパーティーした時食べたよ。ミニトマトだけど、プチトマト、ミニトマト、プチトマト食べたよ。もうピンクペッパーは自分の中で突き抜けて無理だ。うん、もうトマトは平気って。いや、まだそれこそ、だから大きいトマトをガブっていけるぐらいになりたいんだけど、それはまだ無理かなって感じ。うん、そうね、そこを目指していきたい。今日の晩ご飯の前菜トマト丸かじりみたいな、そんな感じになりたい。うん、トマトジュースは、いや、トマトジュースはもう無理かもしれない。トマトジュース、うん、それなら本体食べる方がいいかもしれない。お店は、うん、トマトが甘くなっちゃった。それは無理だな。うん、甘くしないでほしい。50分になった、ありがとう。よし、じゃあちょっと私明日からお稽古なので、改めてもう一回セリフを復習していきたいと思います。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位きょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がよっちゃんのゆうももち、大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がまさみさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がけいじさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が MM ルールズアットマークギフヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が大西かきアットマーク大西軍アットマーク今年もよろしくお願いします、ありがとうございます。イエイ。そして11位がタック387さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がゆみちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコーヒーレンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。そしてタワーかな、ありがとうございます。あ、これは何位までの方、あ、ありがとう。1位から5位までの方かな、ありがとう。1位から5位までの方読んでいきたいと思います。いきます。じゃあまず1位のキョイさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。そして2位のよっちゃんのゆうももち、大好きだよさん、よっちゃんのゆうさん、よっちゃんのゆうさん、よっちゃんのゆうさん、タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。そして3位のまさみーさん、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 タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。そして続きまして4位のけいじさん、ケイジさん、ケイジさん、ケイジさん、タワーありがとうございます。ありがたわー、
ありがとうございます。イエイ、ありがとう。そしてラスト5位の、エイトさん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 、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ、皆様も本当にありがとうございました。お、最後大吉が出てた、ありがとう。ということで、では本日はこの辺で終わりたいと思います。明日からは、明日からは元気に配信していきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではゆっくり休める方は休んでください。じゃあね、おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。